やっぱね、これも笑顔の写真ばっかなんだけどね。同じような顔やん。もう全部笑顔だけどね。今ダークマターをちょっと。いやあのね、このね、やっぱ刀じゃないんだけど、なんか笑顔で持ってるやつ。そうそうそう。やっぱ、お父さんこれこの覗いてる、あ、いた、もう一人目開けてね、アップでしないで、ズームしないで、これやばくない、やばいやばいやばい、これめっちゃ似てるからね、この顔もズーム機能あったね、これ。本当だ、ズーム機能あるのね。やばい、めっちゃ面白い。やっぱ、あの、なんか毒舌なとこもそうなんですけど、笑顔でとっても怖いっていうのも あるし、あとは基本一緒だよね。でも世渡り上手っていうのもありますよ。なんかうまくやるとかあるから、なんか、うん、歌えさんも結構なんだかんだ言ってかなりあのいい感じで、あの人のことをこき使う感じがありますか。ゴリラのことをすごいあのしらってるし、あとはですね、ゴリラが寄ってきそうですよね。やっぱ可愛いから、なんかそういう変な人が寄ってきそう。変な人が周りに寄ってきそうっていう、そういうやつに疲れる。ピンもね、趣味がやばいんで。あの、趣味やばくないよね。そう、ちょっと好きな男のタイプの趣味がちょっと、ね、やばくないよ、普通じゃん。不安要素がありますね。はい、例えば何、結構か、なんか、なんだろう。でもなんかさ、それ言う。まあ、それはやめとこう。そう、それ言うとさ、ね、え、やだ、そしたら誤解生まれ。誤解生まれ。やばいよっていうわけじゃなくて、なんだろう、そのこの中でピックアップする人がそれですかみたいなのが結構多いんだよね。なんだろうね、なんかちょっと可愛い人が好きなの。うんうん、なんかでも可愛いもさ、そうなのよ、こう可愛いキャラとして作ったやつじゃなくて、ちょっとおかしなやつをさ、そう、可愛い、ちょっとおかしい感じのやつを選ぶよね。選びがちだよね。まあ、例えば歌のプリンス様だったら、まあ、セシルが好きだよとか。可愛くない？可愛いんだけど、なんかここもうこの中で一番好きなのセシルだったら、ちょっと不満だったよね。あれみたいな。で、まあそれだけだったらまだまあいいんだけど、例えば銀玉だったら桂小太郎が一番好きとか。でもズラ結構、え、だって一時期結構一番ぐらい好きだったよね。うん、ずっとズラが好き、ズラが好きとか。なんかたまに、え、でもさ、リンちゃん好きなの。たまに普通なんだよね。うん、え、リンちゃん全然変じゃない。そう、ビットルとかが好きっていうのも全然。のさ、セバスチャン、あ、セバスチャンも好き、普通のね、普通じゃんね。あとトゥンクが好きだったり。何が好き、何が可愛いみたいな。え、なんか可愛くない、なんかあのマリンが大好きならへんが好き。悪くはないんですよ、可愛いし、いい人だとは思うんだけど、なんかそのピックアップしていく人が不安要素があるんだよね。そうなのかな。そうなのよ。次はルメットだ、うん、第2位、ワンピースのナミ。これはもう、なんか、でもこれ結構そのままじゃない？え、そのまま、なんかすごい、そのままじゃない？え、もう全部の写真が結構そのまま。なんでだよ、この一番でかいやつは違うでしょ。え、じゃあでもこれが一番っぽいから。あの、そう、今までの画像で一番ドアップにしてる画像は一番この中でもこれが似てるみたいなやつを全部ドアップにしてる。だからなんかこの行くぞーみたいな、ブローみたいな感じがすごい。声があるかな。え、この動きはしなくてもなんか雰囲気がこういう感じなんだよね。え、でもたまにこの後ろにいるこのキリッとした波とかも、キメ顔みたいな、よくさ、このキメ顔したい、しなくていいよ。よくこのあのさ、キメ顔してないよ。ドヤリ顔みたいな。それしなくない、あんまり。そんなにドヤって、あんまりっていうか、なんかたまにするのがこういう、え、でもこういう顔ちょっとするよね、なんか、うん、基本写真撮るとか基本さ、なんかキリッと目じゃない、うんうん、なんかこのこういう系ドヤってる感じで撮ってます。え、なんか3人で写真撮ろうみたいな時って大体なんかみんななんか同じ、このさ、真ん中のピースしてるなみたいな。これはなんかする。この角度はするかもしれない。クレイジーやね。確かこの数選んだ時もなんかそういう感じで、そうそうそう、写真撮る時こういう感じだよねみたいな。まあやっぱこれもテンションなのかね。あと表情だよね。表情とテンション結構それで決めるんだよ。なんか仕切ってやるみたいな。あ、そうそう
そうそう、まああと意外と正常ってとこもやっぱ評価してほしい。ちょっとわかんない。なんで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 次行こうとしてんの。なんで次行こうとしてんの。じゃあ次行きます。いいですか。そんな、なんで そんな正常じゃないですか。はい、次は、スーですね。スーの第2位ですね。はい、銀玉で桂小太郎です。これが5年やってる時一番最高だったら大好きな好きだからね。作ってるけど、まあ、あのズラの似てるところって言ったらあれですよ、まあ、ズレてるよねってとこだよね。ズレてるし、でもうちは大好きだからスーのことも大好き。でも、YouTube でこう、ね、私のことを応援してくれるって言ってくれてる人が最近出てきて嬉しいんですけど、うん、そういう人はこれを見てどう思う。似てるんですよ、ズラに。いいじゃん。あるんだもん、なんかちょっと変なんだもん、なんかかもしれない運転しそうなんだもん。あのね、なんかね、ずれてるっていうのが、その運転免許を取るときにですね、うん、このズラのこの運転免許の回なんですけど、右上です。そう、運転免許を取るときの、あの運転免許を取る理由が、まあ、レンタルでビデオを借りようとしたときに、うん、身分証明書がないから借りれなくて、その身分証明書を作るために車の免許を取りに行ったんです。なんかそういうところがずれてるじゃん。でもなんかそういうのやりそうなの。気持ちは分からない。分からない。免許って何にでも使えるじゃん。保険証とかだとこう学生証と一緒に持ってきましょうとかさ、いろいろあるけど、顔がついてないから。免許は免許1枚あればなんでさ、車運転したいからだよね、うん、っていう理由。うちも免許があればいいなって思う時あるよ。普通に別に車を運転したくないけど、あ、免許あれば楽なんだけど。でもその考えが、うん、こっち寄りなのね、ズラ寄りなの、ね、だから DVD 借りたい。あ、そう、やばい、身分証明書みたいな。今普通に真顔で言われてることがちょっと怖いぐらい普通じゃないの、うん、普通じゃんみたいな。ズラと一緒なの。そう、普通じゃないよ。やっぱ第2位だったね。で、なんかズラってどん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 おかしくなっていくのね。最初は結構正常な人間だったのに、そうどん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 変な人になっていくんだけど、スーもなんかね、初めて会った時は違うの。多分初めて会った時って、そのルメットから聞いてたスーの情報だと、え、意外と普通じゃんみたいな。スーは変な子なんだよってずっと教えてたから、なんか会ってみたら、会ってみたら思ってたより普通じゃんって思ったのに、会えば会うほどやっぱ、あ、やっぱ変だみたいな。やっぱ変だみたいな。やっぱね、今もね、あのね、もうやっぱズラに似てるなって思ったとこあったんですけど、うん、今日あの会った時に髪をね切ってきたんですよ、スー。で、それ、なん髪切ったって言ったら、なんか枝毛が多かったから自分で切ったわって言ったんですよ。あの全部ですよ、前髪じゃなくて。そうそう、前髪じゃなくて、しかも長い下の部分、長い下の部分を自らハサミでちょん切ってきたんですよ。ズラもね、あの刀で、まあ、あれは切られたんだけど、髪の毛をね、あの切られた時があって、もうそれでしょ、今日傷んでてちょっと切りたかったの、うん、だけど切っていくうちに左右のなんか長さがバラバラで、だん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 短くなってって、結局10センチ以上髪がすごいショートになってきたんですよ、突然。でも多分だから、なんか普通に美容院行ったのかなって思ったら、まさかの、え、多分若干さ毛先巻いてるから分かんないけど、下ろしたらちょっとやばい、多分やばい。なんかね、長さバラバラだよ。バラバラなんだよ。いやいやいや、いやいやいや、自分で普通切らないんだよ。だからちょっと早く美容院に、うん、あんまりね、このね、あの女の子でさ、うん、切る人いないからさ、縦に巻いちゃえばもう分からないんだけど、今日はちょっと内巻きしかしてないんで、ちょっと怪しいなみたいな。うん、そうだね、はい、ちょっと怪しいよね。怪しいね、うん、そうだね、早く切った方がいい。そういうところはやっぱ似てるんですね。やっぱ似てます、うん、もうね、まさにズラに合わせてきたのかなって思うぐらい。今日のだけで話しましたね。そういうことだったのね、さすがですね。では最後